沢田賢治と付き合っている。知る人ぞ知る中、スーパースターとトップアイドル車が溝にはまってしまった。口止め料として30万円渡した。わだまめチャンネルです。話題の人物を紹介しているわだまめ .com。自伝や関連書籍を参考に有名人の経歴を紹介しているんですが、サイトでは紹介しきれなかったマル秘エピソードや面白いエピソード、 知っている人は知っているけれど、知らない人にはあっと驚くまみつきを、こちらのチャンネルでご紹介しています。今回のテーマは、スター誕生日は18、桜田淳子は沢田健二と交際していたのか、です。今回は、ジョー・ミチルと伊藤咲子、アイドル同士の恋の結末は、に続く、スター誕生日はシリーズの第18弾、桜田淳子日はの第4弾です。 桜田淳子さんのデビュー秘話は、スター誕生秘話6。桜田淳子はなぜ25社にスカウトされたのか、でご紹介していますので、よかったらそちらもご覧ください。桜田淳子さんは、オーディション番組、スター誕生の第4回の決戦大会でグランドチャンピオンに輝き、73年に、天使も夢見る、でデビュー。3枚目のシングル、私の青い鳥、では、 日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。森正子さん、山口桃枝さんとの花の中3トリオでも活躍し、75年にはオリコンシングルレコードを売り上げ、女性歌手の年間1位になるなど大きな人気を獲得しました。桜田さんは清純派と評され、第2の吉永さゆりと言われることもあったんですが、 以前の動画、桜田淳子はなぜ高校転校を余儀なくされたのか、や、何が桜田淳子を苦しめたのか、でご紹介したように、週刊誌のネタにされてもいたんですね。人気者だったがゆえに、講師にわたって注目を集め、今の時代では考えられないような露骨な記事が、あることないこと好き勝手に書かれていました。そして、当時は桜田さんが、 沢田賢治と付き合っているという噂が流れてもいました。週刊誌にも知る人ぞ知る仲と書かれたりもしていたんですね。ジュリーこと沢田賢治さんは言わずと知れた昭和を代表するスーパースターです。桜田さんと沢田さんの噂は70年代後半に広まっていたようです。沢田さんは 75年に元ザ・ピーナッツの伊藤恵美さんと結婚していましたし、沢田さんは1948年、桜田さんは1958年生まれと10歳離れていましたが、時のスーパースターとトップアイドルですので、話題性は絶大でした。この噂に関しては、単に交際しているらしいという憶測にとどまらず、 かなり具体的な証言がルフしていたんですね。沢田さんが運転する車が溝にはまってしまった。それでその場に居合わせた通行人の手を借りて車を引き上げた。そうしたらその通行人が車の中に桜田さんがいることに気づいて騒ぎ出した。それで沢田さんが口止め料として30万円渡した。こういった話が 70年代後半に、ある種の都市伝説のように広まっていたようなんですね。この動画をご覧の方の中にも、聞いたことがある方もいるかもしれません。この噂は桜田さんの耳にも届いていました。内容まで把握していたのですが、その上で桜田さんは当時、この噂をきっぱり否定しています。 沢田さんとは一度も個人的に食事をしたこともないし、ましてやデートなんて一度もしたことがない、と。こういう噂が立ったことに全く心当たりがなかったそうです。話が具体的だと信憑性が生まれますから、この噂を信じてしまった人も少なくなかったのではないかと思いますが、もちろん現場の写真があるわけでもありませんから、 噂だけが一人歩きしてしまったようです。余談ですけれども、この噂の後ぐらい、78年9年ぐらいに、口裂け女が全国的に広まっていたようですので、当時はそういった都市伝説が広まる土壌のようなものがあったのかもしれません。というわけで今回は、スター誕生日は18、桜田淳子は沢田賢治と交際していたのか、 をご紹介しました。このチャンネルでは芸能人、スポーツ選手などの知られざるエピソードをご紹介しています。昭和のアイドルの裏話なども取り上げています。今後も様々なエピソードを紹介していきますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。